この世のすべてが罪なのです。私は罪深き者、そして罪を償う者。こんにちは、白夜極光でネイルス役を担当させていただいております内田優馬です。そうですね、白夜極光の印象はその本格派のラインストラテジー RPG。 僕このジャンルは自分でプレイしたことがなかったんですけど、その画面上で線をつなげて攻撃するっていう、そのタイプが非常になんかこうちょっとパズル的な要素もありながら、その戦略性の高いゲームだっていうところで、個人的には非常に面白そうだなっていうふうに思ってます。そうですね、心理結社ですよ。心理結社っていう名前がもうちょっとワクワクしますよね。どんなものがこの人たちにあるんだろうっていう、かなり実態が気になるようなメンバーですけども、まあ僕の今後ろにもねこういるんですけど、かなり赤いイメージでダークなイメージなので、ぜひともこの人たちが何をこの物語の中で行うのかっていうのは注目してほしいですね。そうですね、ネイルスは、顔に包帯を巻いているんですけども、美少年であるという、そういう人です。そして無口なんですけど、とても信心深い人で、特にリーダーのビクトリアに対しては絶対的な忠誠心っていうのを、まあ、抱いているんですね。で、まあ過去にはですね、自分のせいで、まあ、実の親に捨てられてしまったりとかっていう、そういう不幸な過去があったりするんですけども、心理結社によって育てられてきたと。まあ見た目も怖いですし、ちょっとねやっぱ包帯巻いてますし、ちょっと存在感あるんですけど、心根はすごく優しい人、この辺のこう物語とか彼自身のことはよりプレイをしていただければ、感じていただけると思うので、ぜひともねこのプレイで心理結社に参加していただいて、ネイルスをしていただきたいです。ぜひとも皆さん、どうぞ白夜極光よろしくお願いいたします。